駿河屋のね通販の、段ボールが写ってるんですけど、またね買っちゃいました。今回早かった、1週間で届いたですね。で、たまにっていうかよくかなやってるんですけども、まとめ買いセールとか、あとなんだ送料とか代引き手数料無料とかのセールとかやってるんですよね。やっててそれ見ちゃうとつい買っちゃうんですよね、はい、っていう感じで今回ね、何買ったか、結構大きな段ボールですよね。サムネイルで見たと思うんですけど、結構大きめの段ボールで届いたんですけど、中身をね確認していきます。いや今回梱包雑だったね。こんな感じでもうすごい畳まれてたりぐちゃぐちゃだったりとかするっていうね、まあ、プレイマットばっかなんですけどね今回。ちょっとね見ていこうかなと思うんですけど、相変わらず注文書とピッキングリストがね同じだったね。でまずこちらMTG の小型プレイマットだね。これえ良くない、イラストあイラスト良くないっていうか、よく見たらめっちゃ顔怖かった。もっと美人さんかと思った、しまったね。でもさ、こうなんだろう、なんだろう、なゴブリンの兵士的なやつ相手にしてるからいいよね。これねちなみにいくらだっけ、今回すげえ安いの500円、2680円だって新品でね。それが500円ね。次も僕はすげえ畳まれてる。いやこんなに畳まれてたことないけどね、今までプレイマットね結構買ったけど。これかわいい、これ何のだっけ、ドミナリアだっけ、ええそうだスクイーさん、はい、富士見スクイーさんのねプレイマットなんですけど、ゴブリンがすごいいい笑顔だったんでこれ欲しかったんですよね。え、よくないこれ。すごい可愛いでしょ。私、ゴブリン好きなんですけどね。すごい可愛いなと思って。で、ちなみにこれも2680円。新品価格が500円でした。すっげえ安いよな。ずっとカートに入れてて、で、なんかまとめ買いセールみたいのやってたんで、そのタイミングで買うと500円っていうね。で、これなんだっけ、ゴブリンのなんちゃら、忘れた。これなんだっけ、ゴブリンの小舞台ドラム隊なんとか隊、はい、これもいいよね。すごく楽しそう、ゴブリンがこう見えるから、ビニール外した方がいいんだけどね。すごく楽しそう、いい感じのゴブリン、ゴブリンのイメージ通り。最近のゴブリン、あの MTG のねゴブリンって結構精密っていうか書かれてるけど、これいいよね。素晴らしいイラストです。ビニールぐっちゃぐっちゃなんですけど、新品で2680円が、これもなんと500円。500円のところいいよね。これ飾りたいぐらいだね。ビニールがぐちゃぐちゃなんでこのまま飾れないですけど、これさっきからこれ2割引きって書いてあるけどね、2割どころじゃないね、これも2割引きって書いてある。500円だからね、はい。で次は箱入り、これはあれだ、なんとかさん忘れた。これもマジック・ザ・ギャザリングのプレイマットなんですけど、これは、これも新品って書いてあるね。あ、これは大きな、通常サイズのプレイマットですね。これなんとかさん忘れた。これはね、410円。すげえ安くない？でも、いいよね。イラスト良くない？これイラストいいよなと思って。これ何さんだっけ、忘れちゃった。ちゃんと調べて買ったのに。で最後これも開けちゃおうか。これもまた小型プレイマットだね。はい、いいね。やっぱ新品のこうなんだプレイマットのテカリ具合っていうかね、はい。これテイロス冠婚期のあのヒロインのエルズベスさんですね、だよね。はい、ちょっとあれだよね、最近のあのマジック・ザ・ギャザリングってこうべっぴんさんをべっぴんさんにあまり書かないっていうかね、ジェンダー的な配慮かもしれないですけどね、肌の色もよくわかんないようにねなってますね。何系の何人っぽい感じなのかっていうのはわかんないようになってるのはジェンダー的な配慮かなと思っております。これも500円ですね、はい。なんでこのあの一番でかいプレマートだけ410円だったんで、え
何枚買ったの？5枚5枚買って2410円ってすごくない？1枚分にもならないっていうね、定価だと。こんな感じでね、5枚買ってます。あっと箱落ちた。どれが良かった？今息子に聞いてるんですけど、あ、これ、これかっこいいよね。私はやっぱ、どれが良かったっていうか、このゴブリンの2枚が良かったかなと思った。これいいよね。ちょっとシュレックっぽいけどね。これはイラスト美しいですしね。なんかこう、なんだろう、こう額縁があればさ、フレーマットに合う、飾りたいよね、こういうのって。特にマジック・ザ・ギャザリングのプレイマットってこう、ね、飾りたいイラストのやつ多いよね。はい、という感じでした。今回は、駿河屋の通販で買ったまた買い物のお話でしたが、プレイマットばっかだったね、今回。で、プレイマットを5枚買って、1枚500円とかね、1枚すぎるのかと410円だったんで、そうだね、たまたまその、なんだろう、まとめ買いセールとかにね、ぶち当たると買っちゃうっていう。日曜日、土日とかでよくやってるんで、もしよかったらね、駿河屋さんのサイトの方見てはいかがでしょうか。ね、プレマットなんかね、MTG に限らず結構いろいろ安くなってるんで、ただね、届くのがいつかわかんないからね、カード決済とかね、怖いんで、代引きの方がいいかもしれないですね。はい。という感じでした。また駿河屋さんの方でね、購入品などありましたら動画にしたいと思いますので、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。はい、では今回は以上です。ありがとうございました。